どうも、なおちんです。さあ、今日もファイアーエンブレム無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はお金稼ぎやっていきたいと思います。今回の無双でもお金はめちゃくちゃ必要です。レベルを上げたりもそうだし、武器の強化、そういうのにもめちゃくちゃ必要なんだよね。で、今のところ俺が探したやつで一番美味しいのはここかな。赤ルートのエピソード14、下から2番目の奇襲地点の確保、ここですね。では行ってみましょう。ではクエスト前にこのスキルは絶対つけておくようにしましょう。強奪ですね。撃破の時にお金を獲得するっていうスキルなんですけども、もうこれはね、全員の強化が終わるまで常に入れてて OK です。これは絶対入れておくようにしましょう。普通は敵倒してもお金入りませんけども、これをつけてると雑魚倒した時でもお金がじゃんじゃん出ます。まあ、じゃんじゃんって言ってもそんなには出ないんだけどね。でも塵も積もればっていうところですね。では行きます。報酬分は働くさ。それでは行きますね。まずはちょっと後ろに戻って、右でも左でも構いません。フォートレスが一体います。そいつを倒してください。右左に1体ずついますけども、どちらか1体を倒せば大丈夫です。そして倒した後に元来た道を戻ります。そうするとネームドの敵が3体います。で、3体倒した後に敵がさらに湧くっていう感じですね。で、それ湧いたやつもどんどん倒していきましょう。この辺に湧くもんね。で、上からホーリーナイトが来ます。これも倒しちゃってください。で、先に見えるビショップ、あいつを倒すとここの霧が晴れます。倒してください。で、倒した後はもうこの辺の雑魚をとにかく倒しまくってください。うん、ほんのちょっとでいい。まあ、目標としては KO 数300ぐらいまで頑張ってください。で、そうするとボスが出てきます。倒してください。これで終わりです。はい、まあ、このボスが出るまで、雑魚を倒しまくるっていう感じですね。ちょっとでも倒すと、お金が、まあ、ほんのちょっとですけどね、増えますので、時間いっぱい倒してみてください。クリアです。早いですよね。クリアタイム、1分2秒、まあ、大体1分前後で、いけると思います。で、報酬がこんな感じ。まあまあ、あんま倒してないのでこれぐらいしかもらえませんけども、まあまあ十分だと思います。で、お金が1周で大体これぐらい、1万5000ぐらい、うん、1万3000から1万6000の間ぐらいですね。うん、その時によって若干変わるんですけども、まあ、これぐらいもらうことができます。1分で周回です。はい、ということで今日はお金稼ぎやってみました。まだ発売から1週間ぐらいです。他にもねあるかもしれませんので、今後もちょっと探しながらやっていきたいと思います。まあ、とりあえず今のところは俺ここが結構美味しいかなと思っております。1分で周回できて、1周だいたい1万3000から1万6000それぐらいもらえる場所ですね。はい、よかったらやってみてください。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。